はい、それではただいまご紹介に預かりました花浜のようことございます。ただいま、松尾先生からお話がありましたような経緯でちょっとドタバタとなだれ込んでくるという感じで、一席切ってお話を始めさせていただきます。小1時間ほどお時間頂戴できると、いうことで、ございましたので、それに、処理をしたわけでいきたいというふうに思います。で、本日、松尾先生からご指示がございました演題が、いろいろやり取りをさせていただいている段階では、このアベノミクスを切ると、いうことでございました。で、それで、いいですというふうにそれでいきますと申し上げていたんですが、次第次第にですね、実は、ちょっとそれではちょっと軟弱だったかなと、考えて、ズバリアホノミクスを切るということでいきたいと申し上げておけばよかったなと思いつつ、来たのでありますが、参上してみればちゃんとアホノミクス、をこう、お話の中で言っていただきましたので、その辺はあまり心配する必要はなかったと、いうことでございました。ちなみに、このアホノミクスという言葉、私が、言ってみれば発明した言葉でございますが、私は本当にこの安倍政権が発足をいたしました当初から、彼らがこのアベノミクスという言葉を使い始めましたその時から、実にこれは得体の知れない変な言葉だなというふうに思いまして、このような、言葉が一人歩きをしていく、市民権を得ていくと、いうことを断じて許してはならないなと、こういうふうに思っておりまして、したがってこのアベノミクスなる言葉に代わる別の言葉を持って、彼らの、経済、運営について、あれこれ、言っていくということができないかなと、思っておりました。で、そういうふうに考えているうちに、ある時ふと、思いついてしまいましたのが、このアホノミクスとこういう言葉だった次第でございます。で、最初にこの先生とお目にかかった頃はまだ、この言葉も使い始めだったかなと思いますが、したがって、思いつきました当初はですね、さすがにちょっといくらなんでもいささか気味が悪すぎるかなと、この言葉はというふうに思いまして、若干この遠慮がちに小さめな声で、これをつぶやいているというところから、始まったのでございましたが、次第次第にそんな炎上している場合ではないなという思いが、非常に募って、参りまして、ある時からはもう何の炎上も会釈もなく、このアホノミクスを、高らかにこの、連呼するというふうに、なって今日に至っている次第でございます。ということなのでありますが、そうこうするうちに次第次第に今、単にアホノミクスと言っているだけではちょっともう飽き足りないという感じになってまいりまして、ある時からはこのアホノミクスのあの上にドをつけるそういうところまで私の発想は、進化して今日に至っている次第で、ございます。安倍政権アホノミクスに対する期待を、持たれている方も、世の中に今おいでになるかとこういうふうに思いますが、私としてはこれはやっぱり、その問題をちゃんと指摘していかなければいけないなと思っている次第でございます。こんなわけでありますが、実を言えばですね、このごく最近に至りまして、からは私はこの、以上のような、脳書きといいますか、説明あるいは注釈というようなものを実を言えば最近に至りましては、このもう一切省いてしまいまして、あたかもこのアホノミクスという言葉しかそもそも当初から存在しなかったがごとく、当たり前のようにアホノミクス、アホノミクス、アホノミクスと、ひたすら言い募るという、そういうふうに実はこの最近になって方針をちょっと切り替えているのでございます。で、このような方針転換を行いましたにはついてはちょっと実は私として一つの困難がございます。その困難はいかなるものであるかというとですね、こういう調子で私がホノミクス、ホノミクス、ホノミクスとひたすら言って、おりますと、そのうちある日ある時、このテレビとか
ニュース番組において、ニュースを読んでくださる、ニュースキャスターの方が思わずアホ読みしてしまうという、そういう日が到来することをちょっと期待して、アホノミクス連発方式に今切り替えているという今次第でございます。でさらに言えばですね、ある日ある時においては恋に願わくばご本人も思わずアホノミクスを言ってしまうという、その日が到来することを、まあ、期待してちょっと頑張っているという次第でございますので、もし今できますことならば、この、まあ会場にご参集の皆様にもぜひともちょっとご協力をお願いできればまあ嬉しいなと、まあ、そんなふうに思っている次第でございます。まあ、というわけで、まあ、ございますが、この、まあ、アホノミクスの、まあ、青さのゆえんは、本当のところをどこにあるのか、どこに問題があるのか、ということを、まあ、このしっかり、まあ、見定めていかなければいけないというふうに思いますので、その辺を、まあ、ご一緒に今、考えていきたいとこういうふうに思っている次第でございます。ね、このアホノミクスはあのアホではあるんですけれども、アホである以上に実はもっともっとこの立ちの悪い体質を持っている、この、まあ、政策であるとこういうふうに、まあ、言えると思います。でこのアホノミクスの、まあ、最大の問題点を規定している、この、まあものは何であるのか、その、まあ、彼らがやろうとしていることの最大の問題点はどこにあるのか、ということを考えたときに、一つのキーワードとしては私の頭の中に浮かんでくる言葉がございます。でその言葉は何かというと、それはすなわち下心という、まあ、言葉でございます。いわば、まあ、不純な動機と、いうことでございますね。でまあ、一般論的に言っても、このいかにこう精緻にこう組み立てられたシステムであっても、いかにこの、まあ筋書きとしてはよくできたストーリーであっても、いかに一見すれば素晴らしいこの制作パッケージであるように見えているものでも、その背後に、この不純な動機がある、いかがわしい下心があれば、まあ、いかにシステムとしてよくできていても、それは、まあ、とんでもない結果を生んでしまうと、いうことが、まあまあ言えるとこういうふうに、まあ、思います。まあそういう観点から気をつけなければいけないことは世の中にいろいろあると思います。例えば、もうすでに、まあ動き出してしまいましたマイナンバー制というのがございますが、このマイナンバー制というものも、この、まあ、まともに運用されるのであれば、それは、この、まあ、我々市民たちにとっていろんな意味で利便性が高まり、そして、この、まあいろいろな意味で、この、まあ、公共の福祉に、まあ、役立ちうる、そういう、まあ、システムになる、本来であればそういうために導入されるものであるというふうに今、まあ、思いますし、仕組みとしてもそのような、まあ、格好に、一応はなっているはずでございます。ですけれども、いかにそういうシステムであってもそれを運用する人々の、中に、まあ、いかがわしい下心、不純な動機があれば、それはおのずとそういうものになってしまう。国民の、まあ、資産状況を、こう把握して、それをベースに何をしようとしているのかというようなところで、そのシステムを使う人たちがいかがわしい思いを持っていれば、まあ、このシステム自体の、まあ、効率性とか精緻さ、うまくできているかどうかということとは無関係に非常に怖い結果が、まあ、出てきてしまうと、そういうことにもなっていくわけでございます。まあ、ことほどさように、このいかなる下心がその背景において動いているのか、ということを我々は政治、政策、行政、が、まあ、行うことについては見抜いていかなければいけないというふうに思います。でまあ、このアホノミクスというこの、まあ、彼らが展開してきたことについては、ことのほかこの下心の部分というものに、大きな問題があるというふうに今言えるのだと思うのでございます。でその辺のところをちょっと、まあ、皆様と共有させていただきたいなと思っているわけでございます。アホノミクスの背後にある、うごめく下心とは何か
ということでありますが、これについては実を言えば、この、まあ、安倍総理ご本人の、こう言葉からその下心がどこにあるのかということを非常にこのはっきり検証でき、我々にあのホロミクスの背景にあるものは何なのかということを、まあ、非常に明確な形で教えてくれている、まあ、安倍首相の言葉、というものを私は最近、というか昨年になりますが、発見をいたしました。でその辺をちょっと、まあ、ご報告、しながら問題意識を共有させていただきたいというふうに思っているのでございますが、その、まあアコノミクスの背後にあるものに関する安倍発言というのはですね、実は昨年の4月、これはまだまだご記憶に新しいところだというふうに今思いますけれども、安倍さんが、まあアメリカを訪問いたしまして、その時、今、アメリカ議会で演説をしたということが、まあ、非常に大きな、まあ、トピックとして注目された、ということは、まあ、ご記憶に新しいところでございますけれども、その、まあ、その折にですね、まあ、議会演説のみならず、まあ、彼は他のところでも、まあ、講演をしたり、スピーチをしたりしておりますが、その中にですね、イミジクもその議会演説を公開を行いました、4月29日であったかと思いますが、その日の、午後に彼は、笹川平和財団のアメリカ支部、というところで、まあ、講演をしております。でその、まあ、笹川平和財団講演の中で、安倍首相は、まあ、次のように、まあ、言っております、すなわち言っておりました、すなわち、アベノミクスと、まだアコノミクスとは口を滑らせておりませんが、まあ、その日も近いだろうというふうに思いますけれども、彼曰くですね、アベノミクスと私の外交安全保障政策は表裏一体でございますというふうにそのスピーチの中で彼は言ったのでございます。まあ、その辺で彼が、まあ、どういう言葉を使ったかとか一連のその辺の、まあ、情報は、全て笹川平和財団アメリカの、まあ、ウェブサイトにアップロードされておりますので、ご確認をして、ご確認いただくことができます。英語版も日本語版も、まあ、載っておりますが、そこで、まあ、彼はスピーチの中で、アベノミクスと私の外交安全保障政策は表裏一体でございますというふうに今言っております。でその、まあ、表裏一体発言を受けまして、ですね、質疑応答の時間に入ったところで、当日の司会者が彼に対して、次のように今言っております。安倍総理、あなたは先ほどアベノミクスとあなたの外交安全保障政策は表裏一体だというふうに今言われましたが、それはまあどういうことでございましょうか。あなたの経済政策とあなたの外交安全保障政策の間にどのような関係があるのか、もう少し今詳しくお聞かせくださいというふうに今司会者が言ったところ、それに対して安倍首相はまあ何と言ったかというと次の通りでございます。すなわち日本経済をデフレから脱却させることができて、日本経済が再び成長できるようになり、そして日本の GDP を増やすことができれば、それに伴ってしっかりと国防費を増やすことができるようになります。このような意味合いにおいて、強い日本経済を立て直すことは、しっかりした外交安全保障政策を構築することのために必要不可欠なことでございます。このような意味合いにおいて、アベノミクスと、自分の外交安全保障政策は表裏一体だというふうに、まあ、安倍首相は言ってのけたわけで、まあ、ございます。まあこれはここにおいての皆様に今申し上げることもないと思いますけれども、実に実に驚くべき発言でございます。彼らがまあ、チームアホノミクスの面々がですね、日本経済をデフレから脱却させようとする、日本経済を、まあ、再び成長軌道に乗せようとするということは、決して決して日本国民の生活の安泰を図るためではない、決して決して日本の市民たちにとって、よりうまく回る、我々をより幸せにしてくること、くれることのできるような経済活動を日本において再現するためではないのであって、もっぱら軍備増強が可能になるようにするため、
強い国家というものをこの土台を形成するような、強い経済を構築するために、この経済政策を展開しているんだということを、まあ、これほどこの明快に引用がないというぐらいに、明快に言っているのでございます。これはもう本当に息を呑むように今驚くべきことでございます。でまあ、その点はもうまあ、強調しすぎ、どう強調しても強調しすぎるということはないのでございますが、この、まあ、そしてまさにそこにこの安倍政権の下心というものが、まあ見えている。見えているというか、ここまではっきり言っちゃっているところでもうもはや下心 と、というふうに言えるものではないと、さえ言わざるを得ないかと思います。こういうのを何て言うんでしょうね、下心とも言えない、上心というんでしょうかっていう感じでございますが、まあ、そんな調子でございますので、本当にびっくりしたみたいですが、ここでこの、まあ、下心、まあ、不純な動機ということとの関わりで、実はもう一歩踏み込んで、気をつけておかなければいけないことがあるというふうに私は思います。そこもぜひ今、まあ、ご一緒に意識を共有させていただきたいと思うのですが、この外交安全保障、経済政策と外交安全保障政策が表裏一体なのだというこのものの言い方は、もう仮に、百歩を譲ってと言いますか、まあ、まあ仮に、もし仮に、安倍政権の外交安全保障政策が、安倍首相ご本人が、まあ、おっしゃるように、軍備増強をひたすら追求しているようなものでなかったとしても、もしも仮に、安倍政権の外交安全保障政策がもっとまともな平和主義的なものであったとしても、それでもなお、経済政策を外交安全保障政策と表裏一体だというような発想を、政策責任者たちは決して持ってはいけない。経済政策を外交安全保障政策のお先棒担ぎに使うなどということは、一国の、まあ、総括的な政策責任者が決して考えてはいけないことでございます。ここが最も本質的に問題なところでございます。言わんや、その、まあ、軍備増強を目指す外交安全保障政策が経済政策を振り回すなどということは、なおのこと許されないことでありますが、まあ、どのような外交安全保障政策のためであっても、経済政策がそのために手段として使われるということは、絶対に許されてはいけないことでございます。なぜかなれば、経済政策というものには、それに固有の極めて重大な使命があるからでございます。経済政策は何のためにあるのかというと、そこには実は2つの、まあ、極め本源的に重大な、まあ使命がございます。経済政策の使命その1、それはすなわち均衡回復でございます。均衡というのはバランスを意味する均衡でありますが、経済活動がその均衡を失ってしまったとき、経済活動のバランスが崩れてしまったときに、その失われたバランス、崩れてしまった均衡を回復するために、尽力をすると、全力を投入する。それが経済政策に与えられた第一の使命でございます。そして、もう一つの経済政策の極めて重大な重要な使命は何かというと、それはすなわち弱者救済でございます。そして、この経済政策の二つの使命でございますところの均衡回復と弱者救済、この両者こそが言葉の最も正しい意味合いにおいて表裏一体の関係にあるというふうに言って間違いないというふうに思います。と申しますのも、経済活動の均衡が失われた時、そのことに伴って胃の一番に、そして最も深く傷つけられるのが弱者たちだからでございます。この場合の弱者というのは、まあそれこそ貧困世帯の貧困世帯というふうに分類されてしまうような、辛い生活を強いられておいでの皆さん、まあ、非正規雇用で、まあ、ものすごく低賃金に甘んじることをこう、まあ、余儀なくされている方々、ワーキングプアとこういうふうなレッテルを貼られてしまう方々、構造失業者というので、まあ、長きにわたって、まあ、失業状態に追い込まれている、そういう方たちが、まあ、弱者
ということに今なりますが、そういう人々の生活は、経済活動のバランスが崩れれば立ちどころに痛めつけられることになります。まあ、経済活動のバランスが崩れるというのはどういうことかといえば、それは、まあ、例えば猛烈なインフレになるとか、凄まじいデフレに今陥るとか、そういうのが経済活動のバランスが崩れているという状態でございます。まあ、ものすごいインフレになるということになれば、もう毎日のように物価が上がるということになります。まあ、毎日のようにこの、必要生活にどうしても必要な物資の値段が上がっていくということになれば、それこそ貧困世帯の皆さんの生活はもう立ちどころに立ち行かなくなってしまうということになるわけでございますし、デフレでも全く同じです。デフレというのは物の値段がどんどん下がっていくという現象をもたらしますが、ということは取りも直さず、そうしたどんどん値段が下がるものを作っている人々の賃金もどんどん無限に今、押し下げられていくということを意味するわけで、ただでさえ低賃金には慢じている人たちがもっともっと、所得が、小さくなっていってしまうということになるわけでございますし、そもそもデフレ現象というのは経済活動が縮むという現象ですから、そうなるとますます職を奪われる人たちも増えていくということで、やっぱりこのデフレ現象もまた弱者たちの生活を直撃するということになるわけでございます。でというわけで、経済活動のバランスが崩れると、この弱者たち弱き人々はですね、まあ、生活が行き詰まるわけでございますが、ということはそれが講じていけば結局のところ生活どころではなくて生命の危険にさえ彼らはさらされるということになるわけでございます。日々の生活が成り立たないということは結局生きながらえていくことができない状況にだんだん追い込まれていくということです。生存権をすなわち脅かされるということになるわけでございます。生存権というのはもう基本的人権の中の最も根源的な部分、まともに生きていく権利というのが、まあ、基本的人権の、ベースにあるわけですが、そこを踏みにじられる、経済活動のバランスが崩れると、基本的人権の、まあ、土台のところが踏みにじられていくということになるわけでございます。だからこそ経済政策は経済活動の均衡を保持し、どうしてもお金のバランスが崩れてしまったときにはそれを大急ぎで立て直すということに今全身全霊を傾けなければいけないわけであって、外交安全保障政策のお先棒担ぎをしているような、そんな暇は経済政策にはまあ微塵もない、というのがまあ大原則でまあございます。いわんや非常にこの立ちの悪い軍備増強をひたすら追求するような外交安全保障政策のために経済政策が振り回されるなどということは、まあ、決して許されてはいけないことなわけでございます。というわけでございますので、まあ、このチームアカノミクスの対象はですね、まあ、いわば正々堂々と、この外交安全保障政策、自分の外交安全保障政策と、この自分の経済政策であるところの、まあ、アカノミクスは表裏一体だということを、まあ、明言してしまっているわけで、まあ、ございまして、まあ、これほど空恐ろしいことはないということで、まあ、ございます。まあ、ですから、まあ、ややもすればですね、このアカノミクスというものについては、一方で非常にこの、まあ、こう強権的な軍備増強、この、まあ、それこそ戦争できる国を作るという野望を、まあ、覆い隠すためのまあ、目くらましのために、経済、まあ、アドミクスを打ち出して、まあ、経済を一生懸命よくなるようにしようとしていますと、まあ、そういうこの、まあ、いわばこの本当の彼らの狙いを包み隠すための、まあ、甘味剤として、アドミクスを展開しているんだろうというような、まあ、見方あるいは批判も結構、まあ出てきて、ずっとそういう、まあ、見方も続いているとこう、まあいう面があると思います。でそういうご指摘も確かに最もな面はあると思いますが、実は今申し上げましたような脈絡から考えますと、そういうこのアカノミクスに対する批判さえも、ちょっとやっぱり甘いと
というふうに私には覚えるのでございます。決して甘味料や、ねくらましではなくて、この軍備増強のためにという非常にこの、まあ明確な、危険性を持っている、外交安全保障政策上の狙いのためにアベノミクスを展開していると、そういう関係がこの両者の間にはあるんだということを我々は、きちんと、見抜いておかなければいけない、そのように今思うのでございます。我々を喜ばせるために、このいい気分にさせるためにアベノミクスをやっているのではなくて、国防費を増やすことができるようになるためにやっているということをご本人が、はっきり言っているわけでございますので、その辺をこう、我々としては明確に定めておく必要があると思います。でそこをきちんと見定めた上ですと、今彼らがやろうとしていること、経済政策の名のもとにやろうとしていることの意味も非常によく見えてくるわけでございますが、そこに今入っていく前にもう少し今、そもそも、彼らの外交安全保障政策というものが、何を、目指しているのかということも、踏まえて、おいた上で先に進む必要があるかなと思いますので、その辺を、もうちょっとご一緒に考えた上でいってみたいと思います。差し当たり軍、国防費を増やすということを、もう目指しているというわけでございますが、そういうプロセスを経て、最終的に、このチームエコノミクスの外交安全保障政策はどこに到達しようとしているのか、何を、本源的なところで目指そうとしているのかと、いうことを、見極めておきたいと思うのでありますが、その点についても実はやっぱり安倍首相ご本人の口から非常に明快な回答が示されております。これはもう、かつての第一次、安倍政権の発足当初から彼らが、そして安倍首相ご本人が、言っていることでありますが、彼らの外交安全保障政策が目指すところとは、すなわち戦後レジームからの脱却であるということを、彼らはこの間繰り返し今言ってまいりました。戦後レジームからの脱却を目指すと、彼らは言っているんですね。でそれが彼らの外交安全保障政策の最終的な狙いだというわけでありますが、じゃあ戦後レジームから脱却するとはどういうことか、ということでありますが、これは考えてみれば実にシンプルなことでございます。戦後レジームから脱却したいのであれば、どう考えても戦前に戻るしかないわけでございますよね。戦後が嫌だっていうならば戦前に戻るしかないわけであります。そして、日本における戦前の世界とはどのような世界であったかというと、それはすなわち大日本帝国の世界であったわけでございます。かくして、彼らの外交安全保障政策とはすなわち我々を大日本帝国の世界に引き戻していくと、いうことを目指している、こういうふうにしか考えようがないわけ、で、ございます。かくして、アホノミクスを持って富国、を、実現し、そして、憲法改正を持って強兵の枠組みを、構築する、この2つのルートを通じて大日本帝国に立ち戻っていくと、それを彼らは目指しているということが、この安倍首相の一連の発言の中から非常にこの分かりやすく、見えてくるわけでございます。だからこそ、この日本国、今の日本国憲法をどうしても変えなければいけないという話に、なってくるわけ、で、ございます。ということで目指すは大日本帝国とこういうわけで、ございます。で、その点との関連で、もう一つちょっと気をつけておかなければいけないなということと思うことがございます。この点についてもぜひ、皆様と意識を共有させていただきたいと思うのでありますが、それはどういうことかっていうと、この安倍政権の外交スタンスについてはとかく、彼らはもうアメリカ追随、一辺倒ではないかと、ひたすらこの、日米同盟が一番大事で、日米安保が大事で、日本国民の思いは二の次三の次である、これがけしからんという、指摘、ご指摘が、多々あるわけでございます。で、皆さんももう一度にそう感じになられるところもあると思いますし、それはそれで、この指摘されていかなければいけないことだとは思います。ただし、
この彼らが政府の目指している外交安全保障政策の方向感との関わりでは、あんまりその前のアメリカべったりではないかということを言うのは、逆に彼らをちょっと喜ばせてしまう、あるいは敵に塩を送るというようなことになってしまわないかなという、心配を私はちょっと抱いているのでございます。というのも、彼らは戦後レジームからの脱却を目指しているわけですが、ところがというか、実は、この日米安保体制、戦後における日米関係、というのはもうまさに戦後レジームそのものなわけでございます。今日の日米同盟、日米安保関係というのも戦後において構築されたもの、で、あります。したがって戦後レジームから脱却したいと言っているということは、実は日米同盟に忠実であるというのが彼らの最終的な狙いではなくて、そこをいわば踏み台として、いわば口実として踏み台として弁法として日米関係が大事だから、それがあるから、集団的自衛権も、容認という行使できるようにしなくちゃいけないと言いながら、この日米関係などというものは、飛び越えて、ですね、帝国日本としての、独自展開というもっとある意味でははるかに怖いものを目指している、と、そういう実は本当のところはその辺に今狙いがあるのではないかなというふうにも、思えてしまうのでございます。それを考えると、あんまり彼らに対してお前のアメリカめったりがけしからんではないかというのは、ですね、ちょっとまさに敵に塩を送ることになる。そう言われれば言われるほど彼らはとても嬉しそうに、いやご指摘の通りなんでございますよ、今我々はどうしてもそういうふうな顔をしなければいけない状態にございますが、もう少しお付き合いいただき、お待ちいただいていると、その後この戦その、次第にそういう戦後の人員からも脱却させてご覧に入れますので、もう少しお待ちくださいとか言われてしまいかねない、と思うので、そういうところはやっぱちょっと気をつけとかないといけないなと、思う次第でございます。まあそのようなもろもろの、非常に怖い、下心をベースにこのアホノミクスは展開されているというふうに我々は見抜いておく必要があると思います。でそこをしっかり踏まえて考えると、今やられていること、やられようと、していることの本質も非常によく見えてくると、言えると思います。これも安倍首相ご本人の言葉を借りて言えば、アホノミクスは今や第2ステージに入った、ということで、第2ステージという新たなステージに入ったことにふさわしく、この、3本の矢なるものもまた新たに3本、新調いたしましたというふうなことを、言っているわけであります。でその中で、これも今やよくご承知の通りでございますが、その中で、希望を生む強い経済を目指すとかいうふうなことが言われていますが、その、スローガンのもとに掲げられている一つの、目標として、目指すは GDP600 兆円というのがあることはご承知の通りでございます。でこの GDP600 兆円なるものが一体どこから出てきたんだと、でこんなことを、本当にできるんかいと、どうやってやるつもりとかいうような、批判も多々出てきているのでございます。で、そういう批判ももちろん出てしかるべきところではありますが、私が思いますに、この GDP600 兆円という目標の本当の問題性は、そういう実現可能性とか、なんでいきなりこんなのが出たかとかいうようなことではなくて、実はもっと大きな本質的な問題があると思います。なぜかなれば、ここで、思い出していただきたいのでございますが、安倍首相はそのアメリカで、外交安全保障と、アホノミクスの表裏一体論を展開したときに何を言っていたか、それはすなわち日本経済をデフレから脱却させて、日本経済をが再び成長することができるようになり、日本の GDP を増やすことができれば国防費も増やすことができるようになると、そういうふうに言ったわけでございます。 GDP を増やすことができれば国防費を増やすことができると言った人が、日本の GDP を600兆円に増やすと言っているのでございますから、この目標が狙っているところはもう極めて、明白でございますよね。ちなみに日本の GDP を600兆円にするということは、今の日本の GDP との比較では2割方、
高 GDP、日本の経済規模を大きくするということでございます。GDP を2割も増やすことができれば、それは佐渡飯、相当しっかりと国防費も増やすことができると、まあそういうふうな脈絡で考えられているんだろうと思うわけでございます。従いまして、この GDP の600兆円というのは、決してその高騰向けに、それこそ景気いいことを言って、我々に今、を勢いづかせようというような、そんな発想ではなくて、この GDP を増やすことができれば国防費を増やすことができるという経済と外交安全保障の表裏一体論のもとに出てきている。そういう意味では極めてしっかりした脈絡の中で、軍備増強のために、この目標が掲げられたというところを我々は、まあしっかり見据えておかなければいけないというふうに思うのでございます。その辺のこの流れを、まあ、見定めたところで考えればですね、また一段といろんなことがよく分かってまいります。まあ、例えば、この GDP600 兆円を目指すというこの目標とともに出てきている一億総活躍推進というあれもですね、何を考えているのかということが、まあ、見えてまいりますね。まあ、あれだけを一億総活躍推進というのが突然出てきたっていう観点から見ると、なんじゃこれはっていう感じになって、僕もそんな活躍したくもないし、大きなお世話みたいな感じで、まあ、あいつら何を考えておるかいっていう感じになってしまいますが、しかしながらこの、まあ、軍備増強のために GDP を増やすといい、そして GDP を600兆円に増やすんだって言ってることとの関わりで、この一億総活躍推進というスローガンを見れば、これはすなわち一億の民をこの総員軍で努力せよ、日本の GDP を大きくし、その大きな GDP を土台に強い国家というものを構築する、この国家目標に向かって総員大活躍すべしというこの、まあ、総動員号令がかかった、そういうふうにこの一億総活躍推進というこの旗指物は、まあ、我々として受け止めるべきところだと、そういう意味では怖い目標が掲げられているということでございます。でそれに加えて加えて、まあ、なんとちゃんと名誉を増やせよ、という目標も今回掲げられたわけでございます。ご丁寧に数値目標まで掲げちゃって、ですね、まあ、希望出生率を 1.4 から 1.8 に上げるという形で名誉を増やせよを方やり、とりあえずは、まあ、今生まれている人は、まあ、こう総動員で総員分で努力する、という、まあ、そういう体制を作っていくということでございます。まあ、国民国家、近代的民主主義的国民国家においては、国家は国民のために奉仕する位置づけにある、国民の、まあ、を最大のお客様とするサービス事業者というのが国家の位置づけであるはずでございますが、この関係を完全に逆転させる、強い国家づくりのために国民が奉仕するというこの、体制を作ろうとしている、それがこのオバハマリスと、まあ、戦後レジームからの脱却を目指す外交安全保障政策と、まあ、そういう関係なんだというふうに今我々は見て、彼らが出してくるいろんなことを、まあ、こう評価していかなければいけない、まあ、そう思う次第でございます。でこの点との関わりでもう一つこの下心系のお話として、指摘ぜひしておくべき点があるかなと、皆さんとご一緒に目を向けておくべき点があるかなと思います。それは何かというと、それは、すなわち、まあ、ご当地でも、まあ、非常に関心が深いと思われます、かの TPP 問題でございます。まあ、TPP は環太平洋パートナーシップ協定というので、まあ、昨年の、10月に大筋合意がなったと、日米を含む12カ国の間で大筋合意がなったと、いうので、またなかなか検定をされました。でこの、まあ、TPP というものがどういうこの位置づけにあるかという話なんでございますが、私はこの TPP なるものは、実は本当は TPP ではなくて、実はその正体は TYP であるというふうに考えております。 TPP というのは、まあ、ご承知の通りトランスパシフィックパートナーシップの、まあ、頭文字を取って TPP でございますが、じゃあ TYP は何の頭文字であるかというと、それはすなわちとっても
やばいパートナーシップと、いうことに今なるというふうに今思います。実にこのいかがわしい、それこそ怪しげな代物であるということでございます。じゃあなぜ TPP は TYP なのか、そのやばさはの本質はどこにあるのかと。いうことでありますが、この点についても実は安倍首相がご本人の口からそれを明確に我々に語ってくれております。でこれは実は、先ほど申し上げました、アメリカに彼が行った時の議会演説の中で、彼は TPP に言及をしておりますが、その中で、どのように言っているかというと次の通りでございます。TPP はその経済効果も去りながら長期的に見ればその戦略的価値に驚異的なものがあるというふうに、議会演説の中で安倍首相は明言をしております。でこれは極めて重大なる大々問題発言でございます。なぜかなれば、TPP は自由貿易協定あるいは経済連携協定というものでございます。このような国々の間における通商協定あるいは貿易関係、経済関係に対する関する取り決めというものに二度と再び戦略性を持たせないということで、戦後において、戦後間もない時点において国々はお互いに誓い合ったはずでございます。経済連携関係に戦略性を持たせるというのはどういう意味かというと、それは例えばこの領土の拡張を目指すとか、天然資源の、独り占めを追求するとか、市場を囲い込むとか、そういうことを、通じて我が帝国主義的な野望を達成する、そのような狙いを持って、国々との間で経済関係を結ぶということを、戦略性を、経済関係に戦略性を持たせるというふうに言うわけですが、そういうことを二度とやらないということで、国々はお互いに誓ったはずでございます。と言いますのも、そういうやり方をやたらにこの国々が1920年代、30年代を通じてやったがために最終的に第二次世界大戦に突入をしてしまった、ということがあったからでございます。このドイツにおいて、ナチス経済圏を追求する野望がこう、頭をもたげてきちゃって、アジアにおいては大東亜共栄圏構築を目指すというようなことになり、それに対して、ヨーロッパの列強も、巻き地と、戦略的な経済関係構築を目指す、そういう中で戦争になっちゃったということに対する、深い深い反省のもとに、二度とそういう問題意識を持たないということで国々は誓い合ったわけでございます。でその発想をベースに今の世界貿易機構 WTO というものが、出来上がってきたというわけでございますので、こういう通商協定と戦略性というものを結びついて結びつけて語るということはもう絶対大禁止事項なのでありますが、そういうことを平気で言ってしまっていると、これもまたちょっと下心の領域ではない、野望が前面に出ちゃってるわけでございますが、そういうところが TPP は非常にこの、危険性を持っていると思います。もちろんその個別的な、TPP の中で出てきている問題、日本の農業はどうなっていってしまうのかとか、日本の介護権制度は反対でいくのか、日本の労働市場はどうなるか、日本企業の、知的所有権は守られていくのか、そういう大きな個別問題もあることは間違いないですけれども、それはそれとして、それとはちょっと全然違うこの、いかがわしい今下心という観点から、この TPP の危険性を我々は見抜いておく必要があるというふうに思います。というようなわけで、この、下心をベースにした、経済アホノミクスというものの方が今我々は本当にとんでもないところに引っ張っていこうとしている、要は、大日本帝国の世界に引きずっていこうとしているわけでございます。でこのようなものに今我々は翻弄されるわけにはいかないのであって、断じてこのアホノミクスの向こう側に我々は行かなければいけないと思うわけでございます。でじゃあそれをできるためにはどのようなポイントをクリアしておけばいいのか、どのような、心構えとか条件作りがしっかりしていれば、我々はこの、
この恐怖の下心に今根ざしたこのミスの向こう側に行けるのか、ということを、まあ、残り、10分強の時間で、ちょっとご一緒に今考えたいというふうに思うのでございますが、まあ、私が思いますに押さえておくべきポイントが、まあ、3つあるかなというふうに思います。それぞれのポイントに、まあ、見出しをつけるとすればどうなるか、というと、それはまずポイントその1は、一つの原点回帰、原点に立ち戻るというので原点回帰、でポイントその2が一つのバランス感覚、そしてポイントその3が3つの道具ということになると思います。それぞれ考えていこうと思いますが、まずはこの一つの原点回帰というポイントその1でありますが、何に関するいかなる原点かというと、それはすなわちそもそも経済活動とは何のためにあるのか、経済活動は何者であるのかという経済活動というものに関する原点認識というテーマです。まあ、チームアホノミクスにおいては経済活動とは強い国家づくりのベースを形成するものというふうに彼らは見ているわけであります。しかしながら経済活動の本当の原点的なあり方はそのようなものではございません。経済活動は何かというと、それはすなわち人間の営みでございます。経済活動に携わる生き物は世の中に人間しか存在いたしません。経済活動は人間に固有のものであります。人間のために人間が行う、人間しかもう営まない活動が経済活動でございます。ということになれば、そのような人間に固有の活動が人間を不幸せにするはずはない、というのが、この当然次に出てくる論理的な帰結になるというふうに思います。多少とも人間を痛めつけるような部分があるのであれば、そのような経済活動というものを人間は自分に固有のものとしてやっているはずはないのでありますから、して経済活動は人間を幸せにすることができてこそ初めて経済活動の名に値するということを我々はしっかり認識しておく必要があると思います。そういう観点から考えるときに、ものすごく誤用されている、誤って使われている言葉、それがすなわち経済合理性という言葉だと思います。経済合理性の観点から考えると、原発再稼働もやむなしだよとかですね、経済合理性という観点から考えるとブラック企業が出てきちゃうのもしょうがないかなとか、非正規雇用が増えるのもやむなしかなとかいうふうなことが言われがちでございますが、このような経済合理性という言葉の使い方は完全に誤りでございます。経済合理性にかなうための第一要件は基本的人権を踏みにじらない、ということです。基本的人権を踏みにじらないということの、まあ、さらにその最もベースになってくるところは人間の生存権を脅かさない、先ほども申し上げたことでございますが、そういうことだと思います。その条件をクリアしていないものに経済合理性はないというのが、この経済活動に関する正しい今理解の仕方だと、まあ、言って間違いないと思います。そういうふうに考えたとき、この原子力発電というこの原子力技術というものがいかに人間の生命を危険にさらすかということを我々はこの間嫌ということを、この目の当たりにさせられてきたわけでございます。このようなものに経済合理性が、このようなものが経済合理性の観点からやむなしだというのは全く、この、まあおかしな話だと、こういうことに、まあ、なってくるわけでございます。そのような意味合いにおいて経済活動のにというものに関する原点的な認識を我々はまずは、しっかりしておかなければいけない。軍備増強のための経済活動などというものはありえないという、ことでございます。これが、まあ、ポイントその1でございますが、ポイントその2として挙げましたのが、まあ一つのバランス感覚ということでございました。経済活動にはバランスが重要だというふうに申し上げましたが、このポイントで何を言いたいかというのは、要は今申し上げましたような経済活動の原点的な在り方が実現するために、我々はどのようなバランス感覚を持っている必要があるかという、まあ、そういうお話でございます。ということですが、まあ、そのような経済活動がその本来の姿、人権の礎たる本来の姿を日常的にも表すために、
どのようなバランス感覚が必要かということについて、我々に非常にこのすっきりした形で、こうよく示してくれている、歴史上の非常に有名な、人物の有名な言葉がございます。その歴史上の有名人とは誰かというと、それはかの中国の孔子でございます。論語を書いたあの孔子大先生がいますが、その孔子の数多くの言葉の中にこういうのがございます。これも皆さんよくご存知の言葉ですが、それはすなわち、己が欲するところに従えども乗りを越えずという言葉です。論語の中に出てくる言葉ですが、この己が欲するところに従うというのは、要は自分がやりたいことをやりたい放題、のびのびと、やりきるということでございますね。自分の欲を、ずんがんがん追求すると、のびのびと追求するということでございます。されど、それをやっていいんだけど、その一方で乗りを越えずでなければいけないと孔子は言っているわけですね。で、この場合の乗りというのは何を意味する言葉かというと、それは例えば、社会規範とか行動倫理とか、人間としての節度とか、まともな人間としての在り方とか、そういうものを総称して、乗りというふうに表現しているわけですが、この、自分の欲をどんどん追求するというこの方向感と、その、決して乗りを越えない、すなわち人様にものすごい迷惑をかけるとか、それこそ人様の人権を踏みにじるというような、とてもないことはしないと、いうことで、いわばこの欲と乗りの黄金バランス、これを、常にこの、たくまずして、実現できるようになると、人間は非常にこの人間としての完成度が、高いところに行く、いわば悟りの境地とは、欲と乗りの黄金バランスをたくまずして、実現できるということだと、そういうふうに、孔子は言っているわけでございます。で、ご承知の通り、論語の中で彼は、人間弱い70歳ともなれば、この己が欲するところに従えども乗りを越えず、欲と乗りの黄金バランスを、こうたくまずして達成できるというふうに言っているわけでございます。ということは、このホールの中にもその、黄金バランスの境地に達しておいでの方がそれなりのパーセンテージを持っておいでになるのかなと、ちょっと何パーセントかにわかりは分かりませんが、おいでになるんじゃないかなと思ったりもいたします。というわけなんですが、この己が欲するところに従えども乗りを越えずという黄金バランス、これが私はまさに、経済活動がその本源的な姿、人間を幸せにする、人権の礎たる姿を表しているときに、この黄金バランスが達成されているということが言えるんだと思います。と申しますのも、確かに経済活動というのは人間の欲に後押しされて動いていくものでございます。金をいっぱい儲けたいとか、事業をどんどん拡大したいとか、誰もやってない新しいことをやってみたいというような人間の野望、夢、熱望、欲望、そういうものにこう駆り立てられて経済活動は展開いたします。しかしながら、その一方で経済活動がこの人間を幸せにしてこその経済活動であるという、人間しか行わない活動であるということであれば、それはおのずと乗りを越えずと、人の人権を踏みにじるというようなことにはならない、ということを意味しているわけでございますので、まさしく、この己が欲するところに従えども乗りを越えずというバランス、これが経済活動の原点的な姿を可能にするバランス感覚だというふうに、私としては思うわけでございます。というわけでございますが、ここまでお話を進めてまいりますと、ここにおいての賢明なる皆様においては、すでにお気づきのことであろうかとも思いますが、私がこの、なんで格のごとくしつこく己が欲するところに従えども乗りを越えずというふうに言っているかということでございますが、この己が欲するところに従えども乗りを越えずの乗りというのはどういう漢字を書くか、というと、実はこれは野辺に巨人の巨、乗り子の乗りでございます。ちゃんと論語を見ていただくとこの漢字が書いてございます。というわけで、かくして誰も乗り子を超えられない、これを今のためにこの話で持ち出しているわけでは決してしないのでございますが、これは非常にこの、いぶしくもそういうことだなというふうに思う次第でございます。
というわけで、ポイントその2までもありましたが、ポイントその3が3つの道具ということでありました。まあ、以上2つのポイントを押さえた上で、さらにこれから申し上げます3つの道具を、我々が自分の手元にしっかり持っていくと、いうことになりますと、まあ、理にかなおう、間違いなく、このアマノミクスの向こう側に行けるのではないというふうに思う次第でございます。では、その3つの道具とはいかなるものであるかというと、まあ、それは私が思います、耳と目と手であるというふうに思います。じゃあ、耳はいかなる耳、目はいかなる目、手はいかなる手かということですが、耳はすなわち傾ける耳、人が言うことを傾聴することのできる耳、自分と違うことを言っている人の言っていることもちゃんと聞き取れる。人の救いを求める弱者の声もちゃんと聞き取れる、そういう感受性を持った耳ということでございます。目はいかなる目かというと、それは涙する目、ということができると思います。人のために泣ける目、まあ、もらい泣きをすることのできる目ということでございます。未熟もこの経済学の生みの親という位置づけにあるアダム・スミスという18世紀の学者がおりますが、その人が経済活動を営む人間とはいかなる人間たちであるかということについて、それはすなわち人のために泣ける人々であるということを言っております。この、まあ、経済活動を営む者は人のために泣ける人だという言い方と、孔子の己が欲するところに従えども範を超えずという言い方は完璧な一致意図を示していると思います。人の痛みがわかる、人のためにもらい泣きができるものは、いくら己が欲するところを追求しているといえども、決して範を超えることはないはずでございますので、この経済学の生みの親と中国の大哲学者が言っていることは、実に驚くべき、整合性を持っているということができると思います。最後は手でございましたが、手はいかなる手かというと、それは差し伸べる手。まあ、それこそ救済を必要として叫んでいる弱者に向かって惜しげもなく差し伸べる手と、いうことに今なると思います。これらの3つの道具をしっかり、持っているということが、このアホノミクスの、まあ、強さと力に固執する、大日本帝国に戻っていこうという古代妄想の、まあ、論理を振り切る、それを打ち明かしながらその向こう側に行くために必要なものだというふうに思われるのでございます。こういうふうに申し上げたところで、つらつら考えてみるとですね、この傾ける耳と涙する目と差し伸べる手というのは、このチームホルミクスの面々が最も持っていない3つのものだということが言えると思います。彼らの耳は、聞く耳持たずの耳、彼らの目は涙枯れし目、彼らの手は差し伸べる手ではなくて奪い取る手ということだと、まあ、思います。そういうものを散らかして、この、まあ、3つの道具をふんだんにお持ちの皆様の力で、この、まあ、間違いなくこのミクスの向こう側に行くことができますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げますと言いましたところで、ちょうど1時間、時間が経過をいたしましたので、ここでひとまず私のお話を終わらせていただきます。どうもお付き合いありがとうございました。をめぐる最近の彼らの動きは本当におっしゃる通りだと思いますね。これ、やることがすごく自分たちにとって不利になったなということを考えているので、やめたいわけですよ。で、そのやめるための口実をノーベル経済学賞を受賞した人たちをかき集めて作っているという、まあ、実に、まあ、この姑息なやり方ですけれども、まあ、まさに根端はそこにあるというふうに思います。で、やっぱりその消費税をというものの位置づけ、なぜ消費税を増税しなければいけないのかというようなことについても、それこそやっぱり経済政策というものが、さっき申し上げたような2つの使命を持っているという観点から考えたときに、本当に増税は、必要なのか、あるいは今やることが本当にまずいのかというふうに考えるという発想がみじんもないから、で、純粋にひたすらこの、まあ、政局運営上明らかに不利だからやめるための立派な口実が欲しいという、ただただそれだけのことだと思います。本当に彼らが日本の租税政策、あるいは租税制度というものが、まあ、我々国民にとってまともに機能するものにしたいと思っているのであれば、やっぱり消費税で上がってくる税収をもっと増やさなきゃいけないということはやっぱ思うだろうと思います。
だけどそれが貧乏人いじめになっては絶対にいけないということで、その両方を両立させるためにはどういう消費税がいいのかというふうにだんだん発想は、こう進んでいくと思うんですね。でそういうふうに追求していけば、消費税は実はこの基本税率は結構思い切って高くしておいた上で、なるべく払わないで済む人を増やすという、そういうこの、まあ、いわば金持ちが買いそうなものにぐっと重い税金をかけて、生活物資は、まあ、軽減税率、あるいはゼロ税率の対象にするというようなメリハリをつけた上でやらせていただきますという話になるんだと思いますが、まともにそういうことを考えてないので、それはやっぱり人に目が向いていない、人のために泣ける目を持っていないから消費税をどう位置づけていいかわからないということですね。やっぱり国の税収というものがまともに上がってこなければ、弱者を救済するため の機能を、まあ、財政は持てないわけなので、そこから考えた時に一番、ベストな回答はどこにあるのかというふうな形で、彼らが本当に必死で考えた結果を国民に提示すれば、国民はバカではないので、まあ、分かってあげることができると思いますが、あのやり方はもう全然そういう次元とはまるで無関係なところで、まあ、姑息な、得点稼ぎというか失点不正ですね、それをやっているというふうにしか見えない、そのように私は思います。で、ノーベル経済学者さんたちもちょっとそこに丸め込まれているところがだらしないなと思ったりもするんですが、まあ、そういうことだと思います。はい、ありがとうございます。提言といいますか、今のこの政治状況の中では、まあ、まともにこの、まあ原発事故、まあ、要はこのメルトダウンなわけですけれども、その、まあ、それがもたらした、まあ、とんでもない状況をまともに向き合って、まともにその、生々しい傷跡を、まあ、なんとか癒していくっていう方向性は絶対出てこないというふうに思います。なぜかなれば、まあ、これも安倍首相ご本人の言葉で、今や原発問題は完全にアンダーコントロール、制御してるっていうふうに言っちゃっているわけでございますので、まだ、対処が続いているっていうと、それは嘘だったっていうことになるので、まともにやる気は全然ないんだというふうに今思います。その中でどんどんこの、まあ、福島の、皆さんは、まあ、いわば、原発難民というふうな格好に今なって、まあ、最近は原発離婚とかいう言葉もあるみたいですけれども、そんな悲惨な状態になっているわけで、まあ、このことに対して、まあ、まともな対処は全然出てこないであろうとこういうふうに思います。で、まあ、その中で本当に我々、この、まあ、市民民主主義の、まあ主役である市民たちとしてやっぱり気をつけなければいけないことは、まあ、風評被害の問題なんかにも出てきていますけれども、その原発事故の当事者たちとその直接の当事者ではない市民たちとの間に絶対に亀裂を作っていかない、溝を作っていかないっていうことが本当に本当に重要だと思います。まあ、提言というかこれからどう進んでいくかっていうことでは結構そこに一番大きなポイントがあるかなというふうに思います。だからこそやっぱり涙する目が必要なのであって、彼らの痛みは我らの痛みというそのこう姿勢が国民市民有権者の中に徹底しているということが、まあ、このとんでもない政治状況の中でこの問題を多少ともまともな方向に今解決に導いていくための一番の勘どころではないかなと思います。電力会社たちの対応という意味でもそこがやっぱり非常に重要なところかなと思う、まあ、そんなことを考える次第でございます。ありがとうございます。非常に差し迫った難しい問題ですが、まあ、ちなみにあの手の小児病はあそこのボクちゃんに限ったことではないと思います。日本にもその手の、まあ、いわば幼児的凶暴性の塊な人が日本には2人いる、まあ、1人は首相官邸にいて、まあ、もう1人は大阪市にいるというのがありますが、まあ、アメリカにはドナルド・トランプという最近ならそういうこのおっしゃるような小児病というか幼児的凶暴性が結構いろんなところで前面に出るという怖さがあるというふうに思いますが、まあ、その、まあ、北の奥ちゃんに対してもっと、まあ
封じ込めるためにやれることはないのかという、これはまあ、本当にこれをやればということは私にも分かりませんが、だけど、まあ、一つ気をつけなければいけないことは、彼にまあ非常に洗脳されて、また、ミサイル撃つぞとかっていうふうなことに対抗して、抑止力という形で、このまあ日本をはじめその他の国々が、それこそ軍備増強という姿勢をまあ強化すると、これは実はまあ問題を封じ込めるための最悪の、プロセスだと。いうふうに今思いますので、まあ、むしろ本当にこの平和を守り抜く貫くということで、その他の世界が結束するということがまあ一番のポイントだというふうに今思います。そういう意味での孤立感というのを、まあ彼に味わってもらうことが重要なんじゃないかなというふうに思うんですね。だからその彼にやっぱりその幼児的凶暴性の挑発にいかにこの我々が乗らないか、大人の解決はこういうことだよということを示す、そういうところで、このまあ、まあ、アメリカにせよ、日本にせよ、ヨーロッパにせよ、この、まあ思いがこう、まあ、まとまるということが、まあ、非常に重要なんだと、まあ、思いますね。からもう あれと同じレベルで、抑止力論が出てくるというのが、まあ、一番危険なことかなと、まあ、そんなふうに、まあ感じとしてはそういうふうに思うところです。はい、まあ、あれは間違いなく政治的圧力だろうというふうに今思いますね。まあ、長くやってたっていうことももちろんありますけども、いろんなご承知のあの番組で、古賀問題などというのがありましたよね。で、あの後ぐらいから私も番組に声がかからなくなってきましたが、まあ、自民党本部からでしたかね、こうちょっと、報道ステーションに対して、こう中立な報道をするようにとかいうような、まあ、申し出があったということは、もうこれは公然の秘密でもないですかね、ちゃんと、まあ、報道されてました。で、この日立さんが変わるだけではなくて、そのプロダクションチームも、プロデューサーを含めて大きく、まあ、編成がになると、いうことでございますから、これは、まあ、要はそういう、政治の流れの中でこうなってしまっているっていうことは、まあ、もはやもう極めて明らかだろうなというふうに思います。他のところでもいろんなそういう看板キャスターの人たちが、交代するっていう状況もあるわけで、まあ、そういう、この政治の体質が、表に出てきているというのが、まあ、今の現実だというふうに思いますね。だからその下心に従って動いている政治、で、まあ、それに対する非常に嫌な言葉として、それをその政治的な思惑を忖度するっていう、この忖度というものすごく嫌な言葉が、流行るようになってまい、あ、りました。これはとても危険なことであって、まあ、言論の自由が大きく制約されていくと、そうしようとする、まあこう圧力あるいは空気、というものと我々は今対峙しているということはやっぱり考えとかなければっていうのは忖度するという意味ではなくて、こう蹴散らかしていかなければいけないということですけれども、まあ、そういうものに対して目覚めていて、そしてそういうものをこう、まあ、許さないというやっぱり市民の、まあ、強い、思いとスタンスというのが、まあ、はっきり、彼らにも分かるような状況を、まあ、我々が作っていかなければいけないと、そういうことを非常に強く思いますね。もう大きな問題状況があるというふうに思います。その辺は考えてもうとんでもない話だというふうにしか言わざるを得ないんですけれども、やっぱりそういう、まあ、まずそういう人がそういうふうに言われている、まあ、CIA の工作員だったっていうのはどこまで本当にそうなのかっていうのはちょっと、ね、やや全面的には分かりにくいところがあると思いますが、まあ、いずれにしても永久戦犯という、ふうに今、こう、まあ、回答が出たものが、まあ、何事もなかったこと、日本の戦後史の中で、まあ、いわば政治の世界の重鎮として位置づけられているというのは、これはとんでもないおかしな話でございますね。だからその、まあ、ルーツがどういうところにあったかっていうことを我々は決して、まあ、忘れてはいけないわけ、で、まあ、ございますし、まあ、だから、まあ、列強本人が大日本帝国に対して
立ち戻りたいというふうに考えているのも、まあ、そういうこの、一定のこうこう、まあ、DNA というのか、まあこのまあ思想的なこう、まあ、に継承しているものがあるんだということを、まあということだろうなと、まあ、思いますし、でまたそういうふうな、まあ、言ってみれば魂胆を持った人がこう出現してくると、そこにこういろんな渦を無造がやってきて、こうより寄ってきていろんな知恵をこう、まあまあ、悪知恵を出して、まあ、それこそこのミクスのようなものも出てきてしまうということですから、まあ、そういうことに警戒をしておかなければいけないということですし、やっぱり我々は何はともあれやっぱり長い歴史的記憶を持っておく必要がありますね。やっぱり過去を忘れてしまう、ということは非常に怖いことだと思います。ウィンストン・チャーチルという、まあ、イギリスの、まあ、イギリスにとってはそれこそ第一人政治家ですけど、まあ、いろんな彼も、記憶を変えですけども、まあ、ウィンストン・チャーチルが言っていることで、この、こう、まあ、遠く過去を振り向けば振り向くほど遥か未来が見えてくるということを言って、まあ、おります。だから、まあ、これから何が起こるかということを、まあ、見定めるため、あるいは見誤らないためにも、やっぱり過去の、を振り返る歴史的な記憶をやっぱりみんなで受け継いでいくということが非常に重要だと思います。その歴史の神を我々は絶対忘れていないぞということをやっぱり今のチームアホニックスの対象にも、まあ、示していくことが必要なんじゃないかなと、まあ、思うところでございます。でも、まあ、おっしゃる通りでございますね。経済活動は人間の営みで、だから経済活動の調子が狂うということは、この、まあ、政治的な関係も大きく崩れていくと、いうことに今なるわけ、で、まあ、ございます。で、この、まあ、やっぱりその経済的な行き詰まりを打開しようとして、まあ、外交安全保障上の、まあ、よからぬ目標を、まあ、目指すということも、まあ、出てくるわけではあります。まあ、今おっしゃったことの代わりでは、今の日本はあの時の日本とは全然位置づけが違うのに、同じようなことをやろうとするというところが、まあ、アホのアホたるゆえんでございます。まあ、今の日本は世界に冠たる、まあ豊かな国でございます。で、あの時のような、後から来て、まあ、突っ張らないと負けてしまうという、まあ、それもある種の口実ではありますが、そんな危機感を持つ、まあ、そういう危機感に、まあ、働きかけて国民をあの時は占領したわけですが、まあ、そういう扇動材料なども全然ない、まあ、立場に日本はあります。まあ、本当にこんなに成熟度が高くて、こんなに完成度が高くて、こんなに洗練度が高くて、こんなにこの、まあ、あふれんばかりの豊かさ、の中に包まれている経済社会というのはグローバルな、世の中広しといえども日本だけだというふうに私は、まあ、思います。誰よりも早く誰よりも高い完成度のところに達成しているのが今の日本の経済社会です。それだというのに、この、まあ、あふれんばかりの豊かさのただ中に貧困問題がある。豊かさの中の貧困問題こそが、まあ、今の日本の経済の最大の問題であり、この、まあ、強さとか、まあ、大きさとか力とか、そういうものをに今憧れて何か突っ張るというような状況では全然ないというふうに思いますが、まあ、それはともかくとしてというか、その問題もありますので、まあ、それはそれとして、まあ、今のグローバル経済がどういう、まあ、状況にあるか、どういう問題に当面しているかというのも大きな問題です。でそこにある根源的な問題は、まあ、私は綱引き問題だというふうに思っています。こういう調子で喋っていると本当に短いですが何と何の綱引きかというと、それはすなわち国境なき時代と国境ある国々の綱引きでございますね。人物の彼が国境を越える、国境というものの存在感がどんどん希薄になっていきそうな、このグローバル時代に対して、国というものは国境がしっかりしてないと国としての存在感を保てない。面白いですね。そういう状況になってきたがゆえに、このメキシコとの間に万里の長城を築くと
補強をもう一度しっかりしようというこの古代妄想男が、結構、まあ、人気を博しているというふうな状況にもなるわけです。まあ、本当はこのマグノーバル時代は国々がそれこそ国境を越えて手を差し伸べ合うということをもってしか生き抜くことのできない時代だというふうに思いますが、むしろ国境の壁を高くするということで、まあ、再び国境ある時代の安泰の中に今、立ち戻っていきたい、このまあ、そういう、まあ、人々、そういうこう、まあ、思いが非常にこの出てきやすくなってしまう時代状況だと思います。そこをやっぱり超えていかないと、ダメなんだと思いますが、まあ、そういう問題に国々が、まあ、当面しているというのが一つの大きな、まあ、問題だと思います。で、まあ、その、まあ、アメリカは利上げに、まあ、こうとりあえず踏み切るという格好になりましたが、でもここに来て日本がマイナス金利を導入するというようなことになっちゃって、アメリカもせっかく金利の正常化に向かおうとしたのに、またこの非常に不条理な金利が動かない、金利がほとんどないという、これは経済の世界、経済活動の世界として考えられない姿ですけれども、そういうところに引きずり戻されていってしまうかもしれないというこの、まあ、ものすごく厄介な、まあ、状況に当面をしております。で、この、まあ、それもこれもやっぱり、こう国境を越えて人物金が動くということに対して国々の、まあ、政策、対策、政治というものが上手についていっていない、国境を越えて手を差し伸べ合い知恵を分かち合うというこのフレームができてこないことが、このまあ、非常にこの不穏で、まあ、不安なこのグローバル経済の状況を作り出しているんだというふうに今思います。で、このままその国境ある国々が国境なき時代を共に生きようとするのではなくて、まあ、国境の中に今どんどん引き込もうとしていくと、グローバル経済はですね、結局この、まあ、混沌の淵にどんどん、まあ、落ち込んでいってしまうかもしれない。2016年というのはまさに混沌の崖っぷちにグローバル経済が立たされている、そういう状況ではないかと思います。こういう中で各国ともにみんな自分のことだけしか考えないという状況で突っ走っていくと、実はみんなで一緒に本当に混沌の奈落の底まで落ちていってしまうということになると思います。そんな、まあ、崖っぷち的な状況に、まあ、と向き合っているのが今のグローバル経済の姿ではないかなというふうに今思うところでございまして、まあ、G7 のサミットとかも近づいてきていて、 G20 の会合とかもありますが、そういう中で本当に真剣に知恵を分かち合うということがないと、みんな一蓮托生、あの世行きとあの世行きと、いうことになってしまうかもしれない、そんな結構瀬戸際状況を今我々は目の当たりにしているかなと思います。これほど人間が賢くて、この、まあ、大人の感性、大人の我慢、大人の認可というものを求められている時代状況もないものだと思いますが、それだけにやたらにこの幼児的強硬性が前面に出て、まあ、ものすごく厄介なことになっているかなと思います。まあ、とうとう、まあ、本当に申し上げていくとキリがございませんが、まあまあ、ちょっとダイジェスト的に言えばこんな感じで。はい、ありがとうございます。本当に重要な危機的な問題だというふうに思います。で、まあ、言うべきことがいろいろあると思いますが、まあ、まずこの参院選に向けては、まあ、仮にそのいろんな、まあ、そうですね、そうならないことを本当に心から祈りますけれども、まあ、もし安倍政権が勝利を宣言できるような結果になってしまったと、仮になってしまったとしても、まず一つはそこで諦めてはいけないというのは間違いなく言えることでございます。これはもう何年かかりでもやっつけ倒すんだと、いうことで、まあ、やりに行かなければいけませんね。だからやっぱり粘り、執念深さ、というものを、まあ、もちろん持っていかなければいけないわけで、まあ、そこで、全てが終わるわけではないというのは一つ、改めて、まあ、認識しておく必要があると、まあ、思います。本当に成り行きで、まあ、こうどうなるかわからないという面ももちろんありますので、そこがもうこの、こうもう本
本当にそこが最後の決定的な場面で、そこでなんとかならなければもう終わりっていうふうに決して思わないというのはまず必要なことだと思いますが、それはそれとしてその何ができるかというどうすればいいのかっていうことについて、これは本当に具体的にこれさえやればという回答はもちろんないわけですけれども、そういうことを考えるときにちょっとこの、手がかりになるかなというふうに思うキーワードが私としては一つあって、いつもそれをこう思っているんですけど、その、何ができるかどうするかについての手がかりとなる、キーワードは、私は陰謀という言葉だと思います。希望のための陰謀、平和のための陰謀ですね。なんせ人間というのはこの陰謀を企んでいる時ほど楽しいことがまでありまして、このあいつらをどうやってやっつけてやるかということをですね、居酒屋の片隅なんぞであれこれ、こう暴議を展開していると、ものすごく元気が出てですね、アドレナリンも出まくってもういい知恵がどんどん出てくるっていうことがあるというふうに今、思うんです。ですからやっぱりその皆様、ここにおいでの皆様は一人お一人ご自分の周りに、そういうこの陰謀チームをですね、こう結成していただいて、いろんな知恵を出していただくと、そういうことが日々、この日本のスクールダウナで展開していれば、その中から大きな力が盛り上がってくると、いうことが、間違いなくあるだろうと。いうふうに今思うので、ございます。ですから、大平和のための陰謀、希望の平和のため、希望のための大陰謀ネットワークをですね、ガンガン構築していくと、いうことによって、結構、世の中は変えることができると思います。昨年の、9月の、安保法制、打倒安保法制での盛り上がり、あれもものすごく大きな陰謀のネットワークが本当に随分状況を変えましたね。あれを境にやっぱりチームアホノミクスも非常にやっぱり焦りが出て、ひるみが出てきて、もう言葉の使い方も結構、この非常に姑息なリップサービスではありますけれども、この、成長と分配の好循環とか言いましたね。最初のうちはもう分配という言葉は死んでも使わねえという感じだったのに、そういうことを言わざるを得なくなってきているということで、確実に状況は変わる、確実に状況は変えられる、状況を変えるのは我々の陰謀パワーであると、そういうふうに思っていただいていると、いろんな知恵、いろんな方向感が出てくるんじゃないかなと、そんなことを考えています。ものすごくそれは重要なポイントだと思います。アメリカ、中国も近隣諸国も、そしてアメリカも含めてですね、やっぱりそういう日本の、政治的空気、あるいはこの財界の空気というのにはすごく警戒心があると思います。この日本側というか、チームアホノミクス側としては、その近隣の情勢が、この緊迫しているから、それこそ軍備増強が必要なんだという言い方をしていますが、向こう側から見れば、こんな危険な政権が日本に誕生したんだから我々も警戒を怠ってはいけないという話になってくるわけで、かくして抑止力という言葉がどんどんエスカレーションを生んでいく、そういう状況に今足が踏み込まれているというふうに、思わざるを得ないですね。今もちょっと申し上げましたが、アメリカもやっぱりその日米同盟というよりは大日本帝国じゃないかなっていう感じを実は心ある人は結構持っていいと思います。だからこんな調子でこう韓国や中国とこうこの仲悪くしてもらいたくないなっていう思いは彼らとしても強く持っていると思いますので、非常にこのやっぱりこう、厄介なものが出現してきたなということが世界中で思われているというふうに思いますね。積極的平和主義などという実にこの、とてつもない、この、まやかし言葉、を使うに至ってはやっぱり本当にこれはやっぱり危ないというふうに、そういう空気を撒き散らしているとしか言わざるを得ないですね。やっぱり特にああいう
まあ、このアノニクスの親分は、まあ、そういうので、まあ、おじいさんのこともあって、固まっちゃっているのはしょうがないのかもしれませんけど、非常に問題なのは、おっしゃるように、この経済界、経済活動の、まあ、中心部分に企業経営というものはあるわけですけれども、したがって企業経営というのが、まあ、この、まあ、理不尽な行動に及んだり、人権を踏みにじったり、公選的な発想を持つなどということは、本来ならば決してあり得ないはずでありますけれども、そういう方向に、まあ、経済の、まあ、経済活動の、まあ、中心部分に身を置いている、一応そういう位置づけがあるはずの、まあ、大手企業の責任者たちが、そういう発想を、を持っているというのが、実に実におぞましくも腹立たしいことだなと思って、非常に強い、そんなふうに思います。すごく重要なポイントでおっしゃることは非常によくわかるんですけども、でもそこでグローバル経済が敵だっていうふうに言ってしまうと、それはちょっと、まあ、敵、それこそ敵にしようことではないですけれども、ちょっと焦点がずれてくると思うんですね。というのは本当にグローバル化した経済というのは、本当のことを言えば、人と人との絆が、国境を越えて広がっている姿、誰も一人では生きていけない、そして誰もが誰かを支えているという、まあ、言ってみればそういう非常に麗しい、世界というのが本当にこのグローバル、理想的なグローバル経済の姿というのはそういうものだというふうに思います。むしろそういう国境を越えた市民たちのつながり、国境を越えたグローバル市民主義というものをどう、芽生えさすかというのがポイントで、そこが、まあ、おっしゃるこの 99% がみんな連携すればというのはその通りだと思います。でだけどそれが妥当グローバル経済となっちゃうと、実はドナルド・トランプの、思惑にこう、まあ、賛同しちゃうことにもなってしまいかねないですね。だからそこが非常に厄介なところだと、まあ、思います。そうですね。だから経済のグローバル化が敵だっていうふうに言っちゃうと、それはやっぱり分断した方がいい、この難民なんか受け入れちゃダメだとかいうような話につながっていきかねないので、そうならないためにはむしろ本当の本来のグローバル、グローバルな経済社会の本来の姿が出現してくることを邪魔しているやつだに対して 99% が立ち上がるというのが必要なことだと思います。で邪魔している奴らはドイツだかというとですね、だんだん言葉が過激になってきますが、でそれはまさにおっしゃるような、そのこう、まあ、今申し上げたような、このまともなこと、それこそ物が欲するところに従えるものを超えず人のために泣けるというようなこの心意気を持たない企業の論理と、このまあ権力を欲しいままにしたい、というこの、まあまあ、いわばファシズム的な論理ですね。その2つが結びついちゃうと、これが本当に怖いんですが、そういう傾向が非常に出てきているので、戦う相手はそれだというふうに思います。だからそこのおっしゃるこの心意気は全くその通りですが、やっぱり敵を間違えないようにしないといけないなと、それはまあ私も常にしみじみ考えるところで、ものすごく重要なポイントだと思います。それも重要なポイントですね。そういう観点からのから議論がされている場というのは、まあ、例えば幅広く世の中的に知られているそういう場があるということは、私も聞いたことはありません。もちろん、その、良識ある市民たちの間で、そういう、まあ、それは国境を越えたものも含めて、いろんなことが行われていると、まあ、思います。が、そういう観点から、物事を、まあ、考えるための大きな、まあ、うねりが構成されているとはまだ言えないでしょうね。だそれは我々が作っていかなければいけないことですだと思います。で今本当に重要なことを言われたと思うのは、いくら理想を言っても現実はそうじゃないから、そうじゃないですよという言い方は、こういう言い方をしていてはどんどん状況は悪くなるばかりでございます。
それはだから経済活動の先ほど申し上げました原点的なあり方はどこにあるのかということを見極めるということとも、まあ重なってくることだと思いますね。そうは言っても現実は違うじゃないかというふうなことが、まあ、よく、まあ、言われる、でまあ、そう言われたい人も結構いるだろうと思います。でも現実が悪いからといって理想を変えるというのはナンセンスなのであって、やっぱり理想に向かって現実をどう引き寄せてくるかということを我々は常に考えていかなければいけないのであって、むしろ現実がとんでもなくなればなるほど本当の理想はどこにあるのかということを改めて考えるというこの発想がなければいけないのであって、やっぱりそれはそのこう、まあ上から目線とイメージも言われましたが、そういうことを言っている政治家たちは我々に対して上から目線でものを言う権利がないんですね。彼らは我々のために、こう奉仕するためにいるわけ、であり、そして、まあ、あの民主主義の主役である我々が彼らに方向性を与えてあげないと、彼らはまあ動けないわけなので、やっぱり我々が声高に理想はどこにあるかということを、言い続ける、示し続けるということが、それこそ状況を変えることに、間違いなくつながっていくというふうに、まあ、思うところでございます。